ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。以前、総武快速線の高速通過集を投稿したが、かつて総武快速線内で快速より上位の種別が、運行されていたのを知ってるか？え、特急以外に速達運転を行う種別があったの？初耳だわ。沿線利用者以外だとあまり馴染みがないし、仕方ないな。そこで今回は、過去に総武快速線で運転されていた特別快速と通勤快速について解説していくぜ。どんな運用の列車か、気になるわ。それではいざ、ゆっくりしていってね。総武快速線の優等種別の解説前に、総武快速線について軽く説明するぜ。了解したわ。総武快速線は東京から銚子までを結ぶ総武本線のうち、東京千葉間で快速運転を行う路線の愛称で、お茶の水千葉間で各駅に止まる電車は、総武観光線と分けられてるぜ。カラーリングも快速は青とクリーム色、各駅停車は黄色で分けられてるわね。東京から先で横須賀線久里浜方面、千葉から先で外房線上総一ノ宮方面、内房線君津方面、成田線成田空港方面に、それぞれ乗り入れているぜ。通常の快速の停車駅は東京、新日本橋、馬喰町、錦糸町、新小岩、船橋、津田沼、稲毛、千葉で、成田空港アクセスの特急成田エクスプレスや、銚子まで走る特急潮騒が運転されてるぜ。他にも一往復だけ長野方面の特急あずさや、と休日に新宿若潮や新宿さざ波が運転してるわね。さて、そんな総武快速線で運転されていた優等種別、最初に紹介するのはエアポート成田だ。1991年から2018年まで、成田空港行きの列車に付けられていた愛称で、基本的に毎時1、2本運転されていたぜ。成田空港発の列車にも愛称が付けられてたの？いや、成田空港発の列車には、行き先問わずこの愛称はついていなかったぜ。あくまで、成田空港に向かう列車として分けられたようだな。例外として1日1本だけ、成田空港行きに並結している鹿島神宮行きにもこの愛称が使われていたそうだぜ。でもこの列車が成田空港に行くって一発でわかるのは、良いかもね。分類上の扱いは夜車駅は他の快速と同じだが、行き先表示器には愛称のついた幕が使用されていたぜ。専用の幕が使われていたことを除くと、他の快速と同じなら今回の獅子からは外れるんじゃない？それが実は、1991年4月26日から1992年11月29日まで、特別快速エアポート成田が運転されていたんだぜ。特急成田エクスプレスを補完する形で、臨時列車として1日1往復運転されていたそうだ。エアポート成田の特別快速は初耳よ。短い期間の運行だから、知らない人は多いと思うぜ。実際、私も調べるまで知らなかったからな。1991年7月20日から9月1日まで毎日運転されていたが、以降は土休日のみの運転に変わり、基本的には東京発着だが、1991年の日曜日に横須賀線大船駅まで延長運転されることがあったみたいだぜ。停車駅は東京、錦糸町、船橋、津田沼、千葉、成田、成田空港で、横須賀線内は各駅停車だったが、運転上の扱いでは、横須賀線も含めて全線特別快速だったみたいだな。快速と比べると随分停車駅を絞ってるわね。所要時間は約1時間16分。現在の快速が約1時間半ほどだから145分早い列車となるぜ。なかなか早い列車じゃない。今でも運行してて欲しかったわね。使用車両は当時、総武快速線で使われていた113系で、1991年は11両、92年は15両で運転されていたが、1994年に投入された E217 系にも、特別快速の幕が存在していたそうだ。もしかしたら、もう少し長い期間での運行を想定していたのかもしれないわね。通常の快速の方向幕が青色なのに対し、特別快速の方は赤色で分けられており、特快エアポート成田と書かれたヘッドマークを取り付けていた時期もあったみたいだぜ。停車駅が異なるから誤乗防止の措置ということかしら。ちなみエアポート成田には、成田空港駅以外にも、東京駅や大船駅の幕が用意されていたそうだ。成田空港発の列車ならともかく、空港に向かわないエアポート成田とは？1992年、特急ウィングエクスプレスに置き換わる形で廃止されたぜ。当時のウィングエクスプレスの停車駅と比較すると、津田沼を通過するかしないか程度の差だったそうだぜ。本数も多くないし、停車駅も大して差がないなら、特急列車に置き換えた方が良い、と考えたわけね。
快速エアポート成田も、2018年のダイヤ改正で愛称が廃止され、通常の快速と同じようになったぜ。インバウンド需要増加で、日本語で訳すと成田空港を2回行ってる、変な列車となってしまうのが原因かもな。冷静に考えてみれば確かに空港成田、成田空港駅って変よね。現在も成田空港駅自体は運転されているから、ぜひ乗ってみてくれよな。次に紹介するのは特別快速だ。こちらは2015年から2017年の約2年間、平日1往復運転されていた種別で、東京から内房線立山まで運行され、総武快速線の定期の特別快速としては初の列車だったぜ。ちなみに以前、別の名義で活動していた際に、この特別快速について紹介したことがあるぜ。実際に乗ってみたけど、時間的に利用するのが大変だったわね。本数も少なかったし。停車駅は東京、錦糸町、船橋、津田沼、千葉、蘇我、五井、木更津、君津、さぬき町、浜金谷、保田、岩井、富浦、立山で、木更津まで15両で運転し、以降は付属4両で運転されてたぜ。通常の快速が君津までの運転で、内房線内岩根駅のみ通過と考えると、本当に特急列車と遜色ないわね。2015年に内房線特急さざ波が立山から君津まで運行区間短縮されたことに伴う措置だったが、利用者が振るわなかったのか、2017年で廃止となってしまったぜ。総武快速線の優等種別ってなぜか短命よね。所要時間は約2時間10分ほどで、運行開始当時は東京8時2分発、立山10時10分着と、立山17時7分発、東京19時15分着の設定だったが、2017年廃止時は、立山17時5分発、東京19時14分発と、若干時間が繰り上がってたぜ。時間の繰り上げも意味をなさなかったというわけね。使用車両の E217系前面の列車種別表示では赤色の特別快速と表示されていたが、車内の停車駅案内には、特別快速の案内がないという、ちぐはぐな状態だったぜ。単純に掲載が間に合わなかったのか、それとも早々に打ち切る予定だったのか、どっちなのかしらね。いずれにしても、真相は闇の中だな。これ以降、内房線では新型 E131系投入により、普通列車の系統が木更津君津で分割され、以降は投資での利用がより一層難しくなったな。内房線の今後が不安ね。最後の紹介は通勤快速だ。こちらは1994年から2022年まで運転されていた種別で、平日に往復、朝と夜の時間帯に運転されていたぜ。今までの特別快速と比べて、こちらは長生きね。平日のみの運転で、と休日は快速として運転され、種別カラーは E217系が赤色、E235系が紫色となっており、停車駅は東京、新日本橋、馬喰町、錦糸町、船橋、千葉、四つ街道、桜、紫水、成田、空港第2ビル、成田空港で、横須賀線内派各駅にテーマ、種別案内も東京から先発通となっていたぜ。先の特別快速と比べて、都心寄りの東京錦糸町間を各駅に止まるのが違いね。運用の関係上、基本的に E217系で運転されていたが、2020年後半から2022年廃止時まで、一部で E235系が使われ、レア運用とかしてたぜ。所要時間は東京千葉間で上り39分と、他の快速と同じだが、下りは33分と、特急列車とほぼ同じで、標定速度も錦糸町船橋間で 84.9km と、常磐線特別快速の松戸柏間 84km よりも速かったぜ。常磐線以上の高速運転を行ってたって、相当速いじゃない。もともと、成田線成田駅発着で運行されていたが、2015年に成田7時38分発の列車が成田空港7時22発に変更され、2022年廃止当時は、上り成田発大船駅と成田空港発逗子行き、上り東京発成田行き2本となってたぜ。ちなみに通勤快速もなぜか、車内の停車駅案内に表記がなかったぜ。そこはせめて案内を入れておくべきだったんじゃない？2022年のダイヤ改正で、快速に置き換わる形で廃止されたが、以前より通勤快速の扱いが微妙ではないか、という意見もあったぜ。特急列車並みに速いならそんなことなそうだけど、特に夜に運転される下りは、通勤ラッシュより遅い時間帯に出発し、ダイヤ設定の関係上、特急に近い時刻だったことで、先行列車に近づいて詰まってしまう、といったことがあったそうだぜ。そう考えると、つい最近までよく残っていたわね。この通勤快速の廃止をもって、特急を除いた総武快速線の優等種別は消滅したぜ。
総武快速線で中途半端に速い種別は合わなかったというわけね。以上で、総武快速線の幻の快速列車についての紹介を終えるぜ。正直、調べてみるまで特別快速や通勤快速の存在には全く気づかなかったわ。運行本数や時間帯が限られているから、沿線利用客以外だと馴染みがないから仕方ないな。特別快速エアポート成田は使用も少なかったから、調べるときに焦ったわよ。総武快速線の E217 系も、E235 系への置き換えが進み、近いうちに電車引退されるだろうからな。E217 系の記録も忘れないうちにね。このチャンネルでは、こういった鉄道解説や走行動画を公開しているから、チャンネル登録、動画のシェア、よろしくな。動画の評価、コメントやリクエストもよろしくね。それでは、ここまでご視聴、ありがとうございました。